あの、私ね、あの、タコが好きなんですよ。ちなみに、うちの娘も、この世の中で一番、おい、あの、好きな食材はタコって言うんですね。でもね、世界的需要増で、コスト上昇。タコ、なんと、ついに、マグロ超え。タコが、マグロを超えました。いや、 大体タコなんか食べる人あんまりいなかったんだからねヨーロッパでタコ食うのってスペイン人だけだったんですよねアメリカ人ってタコなんか食わなかったアジア人だってほぼ食べなかったんですよお前らもうタコ食うなよって話ですからそれバレちゃったのよこれサンマと一緒でタコうまいってバレちゃったんですよねまあちょっと読みます <laughs> タコの値段が高騰し、世界一のタコ消費国である日本に重くのしかかっている。小売価格は高級魚のマグロを超えた。国内の漁獲が減る中、アフリカなどから輸入して賄ってきたが、世界の需要増加や円安基調、輸送費上昇で値上がりが止まらない、世界で引っ張りだこのタコの高級化は、あんまり面白くないというか、<laughs> <laughs> 庶民の味、たこ焼きにも影響し始めた総務省の9月の小売物価統計によると東京都区部のたこ売価格は 100g507 円とマグロの499円を超えた比較可能な統計が始まった2000年にはたことマグロは2倍の価格差があったがたこが右肩上がりを続けて逆転エビ362円やブリ360円と比べてたこが高い23年のたこ類漁獲量は2万2500トンと 過去10年で3割減った国産だけでは需要を賄えず23年は約3万トンを輸入主にモーリタニアやモロッコなどアフリカ産日本がアフリカに多こ漁の技術を伝え1980年代から輸入を増やした開店として安い皿で回っていたのはほぼアフリカ産しかし近年は世界的に需給が引き締まり 輸入コストがかさんでいるスペイン料理などとして欧米でタコを食べる国が増えている海の環境が変化する中アフリカも資源管理のため漁獲制限を強化している円安や運賃の上昇も重なる財務省貿易統計によると24年のタコ輸入単価は 1kg あたり1400円から1500円と過去最高値で推移5年前から4割以上上昇タコ高騰が響いているのがタコ焼き日本 コナモン協会。すごいな。大阪市にある日本コナモン協会。<laughs> カタカナでコナモンって書いてあるから、<laughs> えー、なな何かなと、コナン君かなと思った。コナモン協会の会長は、たこ焼きの原価の7割ほどをタコが占める店もあると指摘する。 大阪の繁華街では5年前は1個70円ほどが平均価格だったが現在は約80円から90円小麦粉や青のり光熱費などあらゆるコストが上昇する中で本来は100円でもおかしくないが庶民のグルメなので値上げを我慢している店も多い,い大阪市内を歩くとたこ焼きの店のメニューも変化しているたこ焼きの元祖合津屋ではホタテバターや 豚アスパラチーズマスカルポーネチーズを使った牛すじクランベリーなど多彩な具を提供しているタコが高いためだ。 売上高に占めるタコ以外の割合は2位から3割ほどに高まっている他店でもサバや明太子チキングラタン味など様々な具の種類がある家庭でも選択肢は広がっているたこ焼きソースを販売するオタフクソースは同社のレシピサイトやたこ焼き教室でウインナー、キムチ、バナナなど約15種類の具を紹介しているですってあちょっと 絶望的なな感じになってまいりまました、まあタコ価格上昇で、えー、タコ茶屋も潰れというか惜、まあ、しまれながら閉店し私たちは一体どこでタコを食べたらいいのかということで去年の暮れからのタコ難民にですね陥ってましてね、えー 大変悲しいい限りでございます結局あの海産物ってそう増やせないじゃないですか畜産だったらねいくらでもいくらでもってことないですけども増やせる余地はあるんですけども海にいるものを天然採取で取ってきますからみんなこれおいしいよねって言ったらもう。 漁獲決ままってますからねしかも大体世界の漁場は減少傾向にありますからねその中で維持するのだって難しいのにおい,しおいしさバレちゃった日にはもうどうしていいか分かんないですよねはいで私基本ね貝が好きなんです、えー、お寿司屋さん行くと貝だけ握ってっていうこともあるぐらいなんですけども貝好きはタコ好きの確率が高いんです で、私、調べてて分かったんですけども、貝って、あ、違う、タコって、元貝だったらしいんですよ。知ってましたま <laughs> 進化の過程で、貝ってほら、殻で守るじゃないですか。そうすると、殻で敵の攻撃を守れるんだけども、その分動きが鈍くなるんですよね。そこで一部、こんな、ね、殻の中で、 生きてんのは嫌だって言ってあの貝殻を脱ぎ捨てた個体が出てくるわけですよ <laughs> 貝殻を脱ぎ捨てて貝じゃないです <laughs> そう貝だからタコは貝じゃないわけ貝殻を脱ぎ捨ててで本当の私デビューみたいな感じで動き始めてもうバンバンあの動いて物を取ったりとかするようになったというねだから 貝殻によって守られる方向で進化していった貝と貝殻を脱ぎ捨ててねこの運動力でもってこう,こう渡っていこうという2つに分かれたわけですねでそこからイカとタコに分かれてるわけですよだから貝好きな人は結構な確率でタコ好きイカ好きなんです元貝なんですなんか LGBT みたいな話になってきましたけど <laughs> あのタコもイカも元貝なんですだからツボに入りたがるんですかあっツボに入りたがりますしこう弾力のある身もこれもやっぱ貝の名残でで元殻だったとこがちょっと残ってるんですよねタコに頭頭えー、っとね口の近くにちょっとした殻っぽいのがあってこれがかつての貝の痕跡だとかはいだから殻を脱ぎ捨ててね なんかちょっとエッチな感じになってきましたけど、<laughs> 殻を脱ぎ捨てて本当の私デビューしちゃったのが、タコでありイカだということでございます。はい。<laughs> よろし、あ、トランスガイ、そう。そうです。はい。というわけで。